皆さんこんにちは。奈良市の取り組みやイベントを楽しく伝える奈良市ニュースです。現在開催している東アジア文化都市2016奈良市で超テーマとした交流事業を開催し、日中韓の学生たちが参加しました。これは東アジア共通の文化である書を通じて日中韓の交流を深めようと開催したものです。奈良市からは奈良教育大学の学生が参加し、中国の寧波市からは10人、韓国のチェジュ特別自治道からは6人の学生が参加しました。参加者たちは日中韓が共同で使っている漢字を書いたり、天平衣装を着て木の板に文字を書くなど、3カ国の歴史や文化の共通点を感じ取っていました。この後、各国の学生たちの指導者が巨大筆パフォーマンスを行いました。最後に参加者たちは寄せ書きを行い、それぞれの国で独自に受け継がれてきた書の文化に思いを馳せながら交流を深めていました。続いてのニュースです。今年の夏に開かれるリオデジャネイロオリンピック女子マラソン代表選手に選ばれた伊藤舞選手が奈良市役所を訪問しました。伊藤選手は昨年の世界陸上選手権で日本人最高位となる7位に入賞し、すでに代表に内定していましたが、3月17日に正式にリオデジャネイロオリンピック代表に決定しました。中川市長からは代表に決定したことを記念して花束や奈良市観光協会のマスコットキャラクターのシカマロくんなどが手渡されました。しっかり準備をして8月14日のスタートラインに立った時に、自分の力を精一杯出し切れる、そういう自信をつけて頑張りたいと思っています。奈良市の平城東中学校を卒業し、高校から陸上を始め、現在は大塚製薬に所属しています。奈良市出身の伊藤選手のオリンピックでの活躍に期待がかかります。続いてのニュースです。サッカーの奈良クラブが5月29日にホーム最終戦を迎えました。試合に先立って行われた記者会見には、中川市長をはじめ奈良県の並越照夫副知事と奈良クラブの矢部二郎 GM、 田口幸喜選手、遠城健介選手が出席しました。中川市長が奈良クラブの J3 昇格に向けて激励すると、矢部 GM はセカンドステージでしっかり勝てるように頑張りますと意欲を高めていました。奈良クラブの公式戦ユニフォームの右袖には、東大寺の長老である上野道禅師が書いた奈良の文字が掲示され、地域の期待を背負います。試合は奈良クラブが地域の声援を受けながら果敢に攻め入りますが、武蔵野の守備に阻まれます。奈良クラブは1対2で惜しくも敗れましたが、 J3 昇格を信じてサポーターたちと一緒に戦います。6月4日から10日までの奈良市の主な行事予定はご覧の通りです。詳しくは奈良市と奈良市観光協会のホームページをご覧ください。以上、奈良市ニュースでした。奈良市ニュースは毎週金曜日に公開しています。来週もお楽しみに。